はい、チェーントップのあずちです、今日はボトル、持参対数の、透過線のですね、証明を使った暗号プロトコルの紹介をしていきたいと思います。まずボトルとは、何かというところなんですが、未使用のですね UTXO を自分が持ってるよっていうことを、その UTXO の情報を明らかにすることなく、相手に証明する方法になります。UTXO のですね情報を明らかにしちゃいけないので、当然その UTXO の秘密鍵で、何らかのメッセージに署名しますよとかっていう、アプローチは、NG になります。でよくあるのがですね暗号学的な、コミットメントを使った、証明アプローチになります。で、どういうふうにコミットメントを作るかっていうと、よくあるのはハッシュ関数ですね。ハッシュ関数に UTXO とプラス、NAS ですね、を付与して、ハッシュ関数にかけて、コミットメントを作ります。で、先にこのコミットメントを、相手に渡しておいて、最終的にそれ、持ってるよっていう証明は後から、このコミットメントをですね、オープンすること、UTXO の情報を明らかにすることで、コミットメントを渡したときに確かに、そのコミットメントっていうのはあなたの UTXO でしたねっていうことを証明することができます。で、ただ、単純にこのコミットメントを使うだけだとですね、いくつか課題があって、このコミットメント、UTXO とハッシュを、結合して作ってるんですけれど、なんでランスがいるかっていうと、ビットコインとかの UTXO っていうのは、結構な数、存在してるんですけど、有限な、UTXO のセットの数になるので、それを全部ハッシュ関数かけていけば、このコミットメントと同じ値が出てきたら、それが相手が言ってる UTXO だなっていうのを認識することができてしまうということで、コミットメントからですね、どの UTXO が相手が持ってるものかっていうのを類推できてしまうので、NANS を付与することで、その特定をできないようにしてますと。で、ただ NANS があるので、NANS を付与するってことは、一つの UTXO に対して異なる NANS を付与してですね、複数のコミットメントを作ることができます。なので、自分はこの UTXO を持ってるよっていうのを、NANS を切り替えることで、本当は1個しか持ってないのに、たくさん持ってるかのように振る舞えるっていう、問題が出てくるので、なかなかちょっとこういったコミットメントを、使ったアプローチ、そのまま使ったアプローチっていうのはちょっと難しいですねっていうのと、単純に、ここの情報だけだとですね、自分本当に所有してるかどうかっていうのを証明することにも、なってないので、単純にこういったコミットメントを作っても意味がないですと、いうことで、今回紹介するのはですね、PODL Proof of Discrete Log Equivalence という、離散対数の透過性の証明を使ったアプローチになります。で、どういったアプローチか具体的に見ていきましょう。ここで、証明する際に使用するですね、プロトコルは、シュノア署名、なんですけど、2つのですね、点を使った、シュノア署名のちょっと変形みたいな形ですね、になります。で、まずどういった、ことになるかっていうのを、説明していきたいと思うんですけど、説明にあたってですね、前提として、用語の解説をしていきます。最初に G ですね、これ G、おなじみの楕円曲線のベースポイントになります。でもう一つ、G とはですね別の、ナムスポイント、誰もですね J の離散対数を知らない点ということで、ベースポイントではないけど、別のですね、ベースポイントのような点、J を用意します。でこの J の、計算方法とかは、いろんな方法があると思うんですけど、簡単にやろうとするとですね、例えばそのベースポイント G を、ハッシュ関数にかけて、そのハッシュ関数が、のハッシュ値ですね、例えば SHA-2 ごろとかのハッシュ値にかけると、32バイトですね、結果が出てくるので、それを X 座標として楕円曲線上の点を、探し当てて、その X 座標に一番番近いですね、点を J の点とするというような計算をすると、その J の点というのは、誰もその離散対数秘密鍵を知らない点というのを計算することができます。
まあ、そういった形でですね、ベースポイント G と、それと別の、まあ、誰も離散対数を知らない点 J を用意します。で、今回ですね、アリスが、ボブに対して自分が持っているこの UTXO の情報を自分持ってますっていうのをまあ証明したいと、仮定します。でこの時アリスがですね、持っている、UTXO の中にある秘密鍵を X とします。でまあ、その公開鍵は P1 で P1 イコール XG という、まあ、関係が成立します。でこれがまああの所有を証明したい UTXO の公開鍵になります。でまあ、この公開鍵 P1 ですね。P1 の管理下にある未使用の UTXO を自分が持っていることを相手に証明します。で P1 をそのまま使うとですね、UTXO がどれか分かっちゃうので、まず最初にアリスは、P1 とですね、同じ離散対数を使って P2 を計算します。まあ、P1 の離散対数、まあ、秘密鍵ですね、は X なので、X を使って P2 を計算するんですけど、まあ、P1 はですね、計算の際に、ベースポイント G を使って計算してたんですけど、P2 の場合は、代わりに J を使います。なので P2 イコール XJ として計算したのが、まあ、P2 のですね、公開鍵になります。で、この公開鍵 P2 をですね、ハッシュ関数にかけたものがコミットメントになります。で、このコミットメントをですね、まあ、あの IT ボブに送ります。で、検証者に送ると、まあ、今回あの、単純に公開鍵をハッシュしたのをコミットメントにしていて、まあ、ナースが、ついてないのに気づくかと思います。で、実際にその、このコミットメントっていうのは、J を使って計算した公開鍵なので、まあ当然ながらそういった公開鍵はあのブロックチェーン上に存在しない点になるので、まあそれをですね、ハッシュ、まあ別にナースを付与しなくてもそれをハッシュしたものをそのまま相手に渡しても、相手はその情報から、UTXO を類推することはできないと、いうことになるので、まあ今回ナースは必要ないです。で、まあ、そういったコミットメントを相手に渡します。で、相手はですね、コミットメントを受け取ると、まあ、そのコミットメントが今まで使われてないかどうかっていうのを、まあ、使用済みのですね、コミットメントのリストを、まあ、ルックアップして、探しますと。で、そこになければ、このコミットメントっていうのは、確かに使われてないですね、ということが確認できます。で、これからですね、まあ、実際に、証明のプロセス、まあ、コミットメントをオープンしていくですね、プロセスになりますが、アリスはですね、ランダムなナース K を選択します。で、まあ、これは、まあ、よくある ECDSA とかですね、シノアの証明の、証明データを作るときにですね、選択するナースです。で、このナース K を使ってですね、まあ、署名に用いるですね、ナースの点 R を計算するんですけど、この時、まあ、先ほどと同様にですね、G と、J それぞれに対して、この K を乗算して、ナース R を計算します。まあ、なので、R1 っていうのは KG、R2 っていうのは KJ という形で、ナースがそれぞれ計算されます。で、続いて、ここから、まあ、電子証明を作る、シノア証明ですね。シノア証明を作るんですけど、その時のシノア証明のメッセージですね、は、R1 と R2 と、P1 と P2 を、まあ、全部くっつけてですね、ハッシュしたのが、証明対象のメッセージになります。まあ、それがいいです。で、最後にですね、シノア証明を計算するんですけど、この時は、まあ、これが S ですね。S イコール K プラス EX というのがシュノア証明になります。で、まあ、K はですね、まあ、それぞれ同じナースになりますというのと、まあ、秘密鍵 X を使っているので、このナースですね、は P1、P2 に対して有効な、まあ、シュノア証明を作っているということになります。で、まあ、これを検証者に渡します。検証者のちょっと漢字が間違ってますね。はい、で、続いてですね、まあ、この情報を受け取った検証者は、まずP2 の情報を、ハッシュ値、ハッシュ関数にかけて、まあ、それが C と、まあ、さっきもらったですね、コミットメントと一致するかどうかっていうのをチェックしますよ。で、それがまあ一致したらですね、まあ、R1 とですね、R2 の、情報を使って、R1 イコール SG マイナス EP1、
R2=SJ-EP2、がそれぞれ成立するかどうかを検証します。まあ、R1 の方は普通にですね、まあ、ベースポイント G をターゲットにした首脳署名で、R2 の方は、ベースポイント J を使った、署名、首脳署名の検証になっています。で、これがそれぞれ、正しい場合っていうのは、まあ、それぞれですね、K と、R と、ごめんなさい、K と X ですね、がそれぞれまあ秘密の情報ですけど、それが、それぞれ、R1 と R2、P1、P2 でですね、それぞれ同じものが使われているっていうことが、まあ、検証することができると、いうことになります。で、まあ、実際にその P1 がですね、公開されたときに、それがチェーン上に UTXO として存在していれば、確かに、まあ、最初にアリスが送ってきたコミットメントっていうのは、彼女が所有する UTXO であったと、いうことが確認することができると。まあ、こういった署名です、署名検証の仕組みを交えて、まあ、離散対数の解かせですね。まあ、今回で言うと、X と、K の、透過性を、持って、まあ、UTXO の存在証明をしたと、いうことになります。まあ、こういったプロトコルをですね、が、まあ、ポドルの、証明スキームになります。で、まあ、ここまで話してきたんですけど、じゃあこれ一体、まあ、何に使えるのっていうのが、パッと、よくわからないかなと思うんですけど、まあ、実際のユースケースとして考えられているのはですね、まあ、一つがジョインマーケットで使用ということで、まあ、ジョインマーケットっていうのはコインジョインですね、ミキシング、技術の、ベース技術になってますけど、まあ、そのコインジョインを実装しているのがジョインマーケットです。で、まあ、例えば、コインジョインってどういうものかっていうと、まあ、トランザクションを一個、一つ作りますよというので、そのトランザクションのインプットに、たくさんの人が同じですね、金種の UTXO を、持ち寄りますと。まあ、同じ金種っていうのは、まあ、例えばインプットの、コインは全部1ビットコインですよっていうような形で、まあ、金額を揃えたですね、インプットっていうのを用意します。で、アウトプットもですね、それぞれ、同じ1ビットコインが渡るんですけど、まあ、アウトプットっていうのも、そのインプットを持ち寄った人の、別の、アドレスになります。でこういった形のですね、トランザクションを、用意することで、インプットの、実際のコインがどこのアウトプットに行ったのかっていうのを判断することが、まあ、できなくなります。まあ、こういった形で、インプットとアウトプットのですね、リンクを破壊するのが、まあ、コインジョインの、まあ、目的になります。で、まあ、そのコインジョインのプロトコル実装して、サービスしているのが、まあ、ジョイン、まあ、ソフトウェアが、まあ、ジョインマーケットですね。で、このコインジョインに対して、ポドルがですね、どういう役割を果たすのかというところなんですけど、まあ、こういったジョインマーケット、まあ、ミキシングする際にですね、まあ、基本的には、まあ、たくさんの多数のマルチパーティーが集まって、こういったミキシングトランザクションを作っていくので、例えば悪意ある、ユーザーが途中で、ミキシングの、まあ、こういったトランザクションを構成する途中で、意図的に処理を、中断して抜けて、しまうというケースが考えられます。まあ、その時に、まあ、そのユーザーは、途中で抜けるんですけど、まあ、その際にみんなが持ち寄ってた UTXO セットの情報っていうのが、手に入る、場合がありますと。で、そうすると、そういった、まあ、攻撃をですね、まあ、たくさんすることで、みんながどういった UTXO セットを持っているのかっていうのを学習していきます。で、最終的に自分が関わらないときに、まあ、チェーン上にですね、このミキシングトランザクションが、ブロードキャストするとですね、自分が学習した、UTXO セットの情報から、まあ、このミキシングトランザクションの、実際の、トランザクショングラフですね、本当は、まあ、壊れてるはずなんですけど、まあ、それをつなげることが、できてしまう、まあ、そういった攻撃の可能性っていうのが考えられますと。いうのが、まあ、課題なんですけれど、まあ、それに対して、この、ポドルを、導入するとどういうふうになるのかっていうと、ミキシングのですね、セッションを開始する前に、まあ、各ユーザーに、ポドルのコミットメントの提出を義務付けましょうと。
で、まあ、別に正常に動作する場合はですね、まあ、最終的にあのトランザクションを完成させる際に全員がコミットメントオープンして、ポドルの検証を行って、まあ、確かに、みんなあの UTX を持ってたねで終わりなんですけど、まあ、例えば悪意あるユーザーが、いた場合ですね、まあ、コミットメントを提出するっていうことは、実際にそれがちゃんと、存在していないといけないということなのと、まあ、そのコミットメントを提出するっていうことは、そのコミットメントは、ワンセッションあたりその1個しか使えないわけですね。まあ、つまり今までだと UTXO を、1個の UTXO でいろんなセッションに参加してやめてっていうのが、できてたんですけど、コミットメント制にすると、まあ、最初にこうミッチングセッションの前にコミットメントが提出されるので、他のセッションに参加するときにコミットメントを提出しても、それ別でもう使われてますよっていう、まあ、そういうチェックができるようになりますと、いうことで、まあ、こういったあのポドルをですね、導入すると、まあ、あの途中でプロセスを中断して、まあ、あのUTXO セットを学習して、で、次の、セッションでまた学習してっていう、まあ、そういう繰り返しをするときに、まあ、たくさんのですね、UTXO を、持ってないといけない、まあ、準備してないといけないということで、まあ、スパイ攻撃の、攻撃のコストが増加すると、いうことで、まあ、あのこういったあのコインジョインのですね、プロトコルに組み込んだら、まあ、こういったあのよりあのセキュアなですね、あのまあ、あの攻撃者による、学習を防ぐ、まあ、ハードルになるんじゃないかなというので、まあ、提案がされているというところですね。まあ、そういった案があります。でもう一つ、まあ、これ実際に入るかどうか分かんないんですけど、まあ、あの興味深い提案としては、ライトニングネットワークの、まあ、デュアルファウンディングでの、利用ですね。現状あの、ライトニングネットワークでチャンネルを開く際は、まあ、この左側みたいな形で、まあ、あのチャンネル開く際は、まあ、インプットですね、あのチャンネル参加者のどちらかの、資金を、インプットをセットして、でアウトプットがその両者のマルチシグに、まあ、コインをロックして、まあ、こういったファンディングトランザクションっていうのを作る、形になるんですけど、まあ、現状、まあ、左みたいにファンディングできるのは、片一方のユーザーの資産で、になってます。で、まあ、あのこういった、場合にですね、まあ、あのチャンネル初期スタートしたときは、まあ、片っぽのチャンネルに全金額があって、片っぽの、バランスはゼロのまんまっていう形の、トランザクション、まあ、チャンネルの状態になってしまうので、そうじゃなくって、まあ、デュアルファンディングといって、まあ、あのチャンネル参加者の両方がそれぞれあの資金をデポジットできるようにしましょうっていうのが、デュアルファンディングですね。で、これを、まあ、あのライトニングネットワークでも、まあ、サポートしていきましょうという議論が現在されています。で、まあ、これにあのポドルをですね、導入すると、何が嬉しいのかというところなんですけど、まあ、これもですね、あの先ほどと、似たような形の、まあ、スパイの防止に役に立ちますと。で、まあ、こういったですね、チャンネルのセットアップを、する際に、例えば悪意あるユーザーがですね、チャンネルのセットアップを途中で、放棄して処理中断した場合ですね、そうすると、まあ、相手がですね、あの UTXO 情報、まあ、あのファンディングしようとしてた時に、その UTXO の情報っていうのを、まあ、学習することで、まあ、ライトニングネットワークのを使うユーザーの管理下にある UTXO セットっていうのを判断できるようになると、まあ、そういった情報がリークする可能性がありますねというところが、考えられます。で、まあ、これに対して、まあ、ポドルを導入すると、セットアップが途中で停止した場合に、まあ、UTXO 情報だったり、あとポドルの情報、まあ、あの先にですね、セットアップの前にあのいわゆるポドルのコミットメントを、まあ、もらっておくことで UTXO あの攻撃者、スパイがですね、セットアップを、停止した場合に、その UTXO の情報とか、ポドルの情報をですね、ネットワークにゴシップする、そうすることで、まあ、こういう、まあ、UTXO を持ってる人というか、コミットメントを持ってる人っていうのは、まあ、スパイの可能性がありますよということで、まあ、ネットワークにゴシップすることで、まあ、スパイ行為の、対応をすると、そういった使い方も考えられますよと、いう、はい、まあ、応用もですね、提案されて
ます。まあ、実際にちょっと入るかどうかわかんないですけど、そういった用途にですね、この離散体数の透過性を使った証明っていうのが、検討されているというのが現状です。はい、今はちょっと短い内容でしたけど、まあ、離散体数の透過性の証明ですね、まあ、そういった証明スキームと、まあ、それがどういうふうに、利用できる、まあ、どういう利用シーンがあるのかっていう、まあ、解説動画でした。はい、今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。